前の動画からの続きです。さてヤフオクを見てるんだけども、まあまあメルカリも見てます。メルカリは買うの専門だけどもね、フェンダー USA のギターが5万円で売りに出ています。ヤフオクじゃないから、メルカリは競りじゃないから、その金額そのまま即買いみたいなやつだから、5万円でフェンダー USA のギターが出ている。買いますか買いませんか。別にジャンク品でもないです。音も出るって書いてある。フレットも減ってない。あっという間に売り切れると思います。今までの経験でね、こういうのってもうね10秒迷ったらもう他の人は買い終わってますよ。10秒ですよ、考える時間は。そういうものを見つけちゃうタイミングっていうのは、たまたま出品者さんが出品しました、たまたま僕がメルカリのページを見ましたのタイミングなんですよ。それは2分や3分迷ってたらもう他の人は絶対買っちゃうんだよ。それはもう何回も経験済み。でもそのまあ10秒とは言わず1分迷ったとして、今僕が欲しいと思ってたギターじゃなくって、単にあんまり欲しいと思ってなかったフェンダー USA が5万円で売りに出ている。僕は買わないってことです。それ買ってくればヤフオクで次の日に出品して6、7万で売れると思いますよ。まあまあ極端に言えば9万、10万円で売れると思うよ。それはと2、3万円儲かっちゃうとは思うんですよ。でもそれは僕は買わない、しない。それはそこをやりだしたらね、まあある種たった 2,3 万円のために1週間ぐらいいろんな手間暇、まあちっちゃいことだけど、ギター愛とは違うと思うんでね。それ僕はね、僕の中のギター愛はあれ買ってきた、買ってくる前に売ること前提で、よしあのギター買ってこっちで売れば高くなるっていう、いわゆる背取りってやつ。それはギターではっていうか、ギターでもっていうか、そこを中心にしていくと人生はね、なんかね好みの人生じゃなくなっていく気がするんで、僕はそれはしません、はい。何らかのまあまあ日本は最近多いからね、災害が起こっちゃうとします。まあ起こる前にある程度心の準備と想定といろんなね何らかのこう対策と準備しとかなかんっていうのも心の部分も含めて、何かの災害が起こった、今すぐ僕はこの部屋を逃げないといけない時に、想像の時点でのおしゃべりとしての単なる居酒屋で友達とだ話してるだけだとするならば、一本だけギター持ってくとしたらどのギター持って逃げるみたいなね、じゃあどれにしようかなっつって、どれにしようかな言ってね、それはまあ単なる飲み会の話題ですよね。まあ、実際の災害にあったらギターなんて選んでる暇もないし、選んであったってそれは持たないとは思うよね。ギターなんて持たないと思う、僕は。もっと別なものを持って逃げるべきだと思いますし、ある種避難所でね、これ裸で一本持っててこうやって逃げてってって、ちょっとね、ね、それはやっぱり、うん、いざとなったらまあ命が一番で、その次に命ってのは自分の周りを含めたね、生存するべく口に入れるものとかそういうものが必要だったりするわけじゃないですか。楽器なんてさ、別に今僕が持ってるギター全部失ったってな、また買えばいいだもん。売ってんだもんだって、楽器なんて金出しゃ買えるんだもん。あとでその災害はまあまあそう大したことなかったと、でも ギターやこの部屋はなもうぐちゃぐちゃになっちゃって全部終わったと。でもいつかはまたもう一回お金貯めてって、いつかはギター一本買えばいいんだもんっていう ね、うん、売ってるものはまた買えるんだよっていう、でそこの価値観の中に金額としてね、そのどれ一本だけ持って逃げますかの話題な話な時の時点において、じゃあどれやろうと、あ、そうだ、こうしよう、あのね、国が法律で1人1本しか弦楽器を持っていては
いけませんっていうわけのわからん法律を出しました。国会通っちゃった。今僕は50本近くの弦楽器を持ってるけど49本処分しないといけない、1本だけ残さないといけない。さあどれ残しますか。考えるよね、考えるよね、考えるよね。その時に僕は一番高い、金額の高いギター選ばないと思うんですよ。一番毎日触ってる、まあこれかとか、今すぐ手が届くところに置いてあるやつらを一本選ぶと思うんだよ僕は。まあ押し入れの奥にもう10年近く弾いてない何十万もするギターとかあるんだけど、そいつは選ばないと思うのと、さっき弦楽器って言ったんだけど、一人一本しか弦楽器は持っちゃいけないっていう世の中になったら、僕ひょっとしたらもうエレキギターというかアコースティックギター選ばないかもしれない。ウクレレ一本だけ残すかもしれない。まあイサナウクレレっていう気に入ってるウクレレが一個あって、そいつにしちゃうかもしれない。なんか。でね、その法律で一人の人が一本しか弦楽器を持っちゃいけないっていう法律が決まった時点で、ギターなんて売れませんからね。残りの49本は。アホみたいな金額でしか売れないか、誰も買い取ってくれなくなるんですよ世の中は。わかりますよね、それはね。一人の人間が一本しかギターを持っちゃいけないってことは、ギターは売れなくなるんですよ。これが10万円のギターだとして、このギターを売るときにはもう次にこのギターは誰も買ってくれないギターになるんだから、2、3000円とかの価値に下がるわけですよ。それはヴィンテージだろうとなんだろうと。そしてまあこれを言ってけば言ってくほど、まあ、楽器屋さんというものは潰れてしまって、あのリサイクルショップも楽器は扱わなくなって、だから49本手放すことは決定したんだけども、その49本を金額に換算することはできないわけだから、高いものを売っ払うからとかそういうことじゃなくなっていくわけですよ。で、残してるギターは別に今後売ることはあんまりないであろう一本を残すんだから、それは本当はもうお金としての金額の問題じゃなくなるわけよ。自分がいかに気に入ってるかになっていくわけ。まあ、結局楽器というものは金額で買ってくるんだから、金額で換算されることもあるんだけど、本当は物って買った時点でもう中古だからさ、誰かが一本の何かを買ったらそれは中古だから、中古ってのは本当は半額以下の価値しかないんですよ。売るときは、再び買われるときはちょっと上がるけど、結局楽器だろうと楽器じゃないものであろうと、好きな形、好きな色、好きな音、弾きやすさなんですよ。で、そこにまあそのギターの歴史とか経由とかね、たまたまの偶然出会ったお話とかそういうのが含まれることもあるんだけども、まあ、弾きやすさっていうのは改造心とリペア心がある人だったら割と後からでも多少は修正できちゃうわけよ、弾きやすさはね。で、サウンドを作る音の作りやすさはある種部品を交換したり、その改造的なのも含めて何かを変えていくと多少はやっぱ変わるわけですよ。その木材自体が持つものは変えられないけどね、木材自体を変えること以外のことでサウンドを変えることは可能なわけですよ。ということは、ギターって根本的に入り口も出口も最終的にギターというものは、僕は好きな形、好きな色だと思うんですよ。それが何本も世の中にはいろんな形、いろんな色のギターが世の中にはいっぱいあるから何本も買っちゃうんですよ。欲しいギターを探す旅、一本だけギターを残すから、そんな話でした。